排気ガス処理は燃焼などによる排出ガスを周辺環境に影響を与えないように処理してから排出することである。内燃機関、ボイラー、焼却炉などの燃焼機器からは燃料の燃焼による排出ガス、化学薬品製造、塗装などの工場からは有害物質を含んだ機体、食品加工、畜産などでは周期を帯びた空気が排出される。これらを無害、 無臭化するため、除人や有害物資の分離などを行うものである。移動発生源である自動車や船舶などでは、小型軽量の処理装置が求められている。また、ガソリン、軽油、重油の低油化などの燃料改出や、燃焼機器自体の改善による燃焼改善が行われている。大型の固定発生源である、焼却炉、火力発電などでは、水、 薬品の使用量や処理に必要なエネルギーが少なく、排気物が少ない処理方法が求められている。また、地上へ高濃度の排出ガスが到達しにくいよう、高い煙突が用いられる。適切な処理のため、温度、湿度、流量などの他以下のような計測が必要とされる。粉塵流形分布粉塵量酸素濃度2、酸化炭素濃度1、酸化炭素濃度。 硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、フッ素化合物、鉛リカドミウム。ありがとうございます。